はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、初めの一歩はコミュニケーションということで、認知症ケアとしてですね、有効なコミュニケーション支援のポイントと、認知症の各タイプ別のですね、コミュニケーション対応法についてですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。認知症の人にやっぱり接する、関わる際にですね、最初に課題となってくるのが、やはりコミュニケーションです。やっぱり、そうしてこう、認知症を有する方というのは、こう、言語でのコミュニケーションがやっぱり苦手という方が多いです。さらに、こう、不安ですとか、こう、ストレスがやはり常に高い状態にありますので、そういったところでもやっぱりコミュニケーションが大事なポイントになってくるんですが、その一方ですね、コミュニケーションがしっかり充実をしていると、認知症の行動心理症状、いわゆる PPSD と呼ばれるものの軽減に特に効果的であるということも知られていますので、そういった場合、やはり個々のこう事情とか背景をしっかり踏まえた上で、本人の立場になって考える個別的な対応というところが、その基本、ベースというふうになってきます。で、具体的なところですね、こちら、スライドを使って4つ説明させていただきます。まずは目線を合わせて微笑んで視線をつかみに行きましょうというところがあります。やはりアイコンタクトってすごく大事になってきます。それからうなずきですとかスキンシップということをですね、進んで行っていきましょうというところがあります。やはりこう触れたりすることで言葉と一緒にコミュニケーションが伝わりやすくなります。それから言葉の量ですとか速さを考慮して身振り手振りを交えながら伝えてください。言葉だけだとやはり難しい側面がありますので、しっかり身振り手振りも含めて合わせるというのが大事です。それからちょっとだけ大げさにですね、表現をして共感して受け入れましょうというところがあります。やはり認知症の方、言葉だけだと難しいところがありますので、表現はですね、ちょっと大げさなぐらいの方がむしろ伝わりやすいですので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。そしてここからは認知症の各タイプごとの特徴に合わせたコミュニケーションの仕方ということを、こちら、スライドを使って説明をさせていただきます。まず、アルツハイマー型認知症なんですが、こちらはですね、財布をこう取られたですとか、などの妄想ですとか、意欲の低下というところがやはり出現しやすくて、背後にこう負の感情というのがあります。プライドを傷つけないように、ゆっくり対応しましょうというところがポイントになってきます。それから脳血管性の認知症の方の場合は、うつですとか不安がやはり出現しやすくて、目が離せないという状況があります。何度もこう同じことを聞かれてしまうということもありますので、やはり家族ですとか介護者様の負担って大変大きいので、その背景を探って安心を提供するというところがポイントになってきます。それからレビー小体型認知症の場合は、原始といって知らない子がいるとか虫がいるなんていうことがですね、やはり出現しなくて、これ食事ですとか服薬の拒否につながってしまうということも実際ありますので、やはりその原始そのものを否定しないようにする、そこで対応するというところがポイントになってきます。それから前頭側頭型認知症の場合は、やはり物を盗むなどしてこう対人関係トラブルになってしまうということがよくありますので、興奮ですとか攻撃性がこう出現したり、そのトリガーを探るというところがポイントになってきます。で、やはりこういった今対応をさせていただいているんですが、共通点としてはやはり行動とか心理の背景に何があるのかを探るということが大事なポイントになってきてしまいます。それから認知症高齢者のコミュニケーション支援としては、いろんな方法がありまして、例えば言動ですとか行動を意味あるものと捉えて、これを認めて受け入れることを主軸にするバリデーションという手法もありますし、だから人間らしさを取り戻すことを主軸にしたユマニチュードという方法もありますので、ぜひこれらも含めてですね、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。